村瀬くんはですね、もう寝る時間だということで帰りました。おやすみ村瀬さん。はい、ということで配給スペシャルもですね、ここで終わりということで、ありがとうございました。ありがとうございましたね、皆さん楽しみに。ちょっと待って、俺目見えてなくないですか。いやね、本当にね、時間ギリギリですよ。俺なんかもうなんかぺったりしてますもん、みんな。ほら、みんな様子おかしいもん。みんな変だよね、うん、バレーボールってこういう器具つけるんですか。ちょっと待って、目がいや、これおかしいじゃん。これ取ってあげてよ、石川海人さん取ってあげてよ。目が助けてー、開けてないよ。言えないのー。いや、お前だけだいぶそこシールドがすごいよ。目のシールドが。まあ、ということで、いや、これは何をするんですか。これでこれでね、今回はあれやるんですよ。言いますよ。心を通じ合わせろアタック連想ゲーム。よいしょ。ということで、バレーボールにちなんだ遊びをしたいと思うんですけども、キャスター付きの椅子にね、置いてあります。あ、これですね。はい、座った3人、いわゆる3人が座ります。それでそれぞれが、例えばじゃあレシーブ、トス、アタックみたいな担当を決めます。レシーブ、トス、アタックみたいな担当を決めます。その時にスタッフから出るお題があります。はいはいはい。でレシーブとトスの人が考えて、そのお題に対するヒントを我々が、はい、出します。アタッカーだったら出して、最後のアタッカーが見事に答えを持って相手コートにバチコーン。なるほど。っていうことをしたいんですけども。なるほど。まあだからレシーブ、トスがヒントを出して、簡単に言うとだよ、アタックが答えを言うっていうことだけなんですけど、ちょっとね、いろいろスタッフが検証したところ、あれ、まあ、普通バレーは1、2、ドン、はいはい、1、ドン、ツアー1、はい、うん、でも今回は1、2、3、4まで許してもらえる。2回、2回触っていいってことですね。2タッチ OK。 2タッチ OK ってもうバレーじゃないじゃん。もうバレーじゃないです。遊びです。遊びですね。はい。なので、ボールを落としたらアウトなんですけども、ネットを越えなくてもアウトです。誰がアタッカーになるか分かりませんけども。あと天井にね、ボールぶつけるとね、急いでボールがね、ビヨンってね。あ、ボールが急いじゃうんですね。ボールが急いじゃうから。あ、なるほど。そうだから、あとソーシャルディスタンスも、はい、保ちながらやりますよ。まあちゃんとフェイスシールドもしてますけどね。だからね、若干今もう聞こえづらいです。自分の声が返ってきてます。聞こえてるのかどうかすら分からない、ね、分からないです。ということで、最初役割どうする。役割、あ、でも最初やっぱりアタッカーなんで。そうだよね、日向ですし、一応アタック、よし来い、聞きたいもん。大丈夫かな。で、まあ、最初やっぱ皆さん見たいと思うんですよ、及川さんが日向にトスを上げてるところ。いやー、見たいな。見たいと思うんですよ。あとバレーする格好じゃない。まあ、じゃあマジでなんで今日浴衣ウィークの時に来た。本当にもう配給の日の次の日だからだよ。ここなのタイミング。そうだな、そこしかないんだけど。ここなの。分かった。そうね、まあまあ、じゃあゴールデンコンビを後にして、じゃあ僕がトスしますんで、じゃあ僕レシーブしますよ。はいはい、嬉しいな、及川さんからトス。アタッカーの人はまずちょっと目を伏せといていただいていいですか。はいはいはい、お題を今聞きますんでね。はい、はい、ということで、お題をお願いいたします。こちらでございます。どう、はいはい、じゃあどうぞ。はい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 、一応まだよ、まだよ、はい、まだ見てないですよ。はい、はい、じゃあお題消していただいて大丈夫です。はい、はい、大丈夫ですか。 OK。 じゃあこの椅子バレーやっていきましょう。はい、じゃあレシーブトス、僕らのヒント考えましたね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ヒント、僕が先にヒント言うんで、もし被ってたらボールが上がってる間に違うヒントを考えてくださいね。はは、いいですか。いきますよ。それではアタック連想ゲームスタート。シーサーばっかやろう、お前。なんて海が綺麗なんだろう。沖縄。さあ、どうした、どうした。すごいじゃん。ナイスナイスナイス。そう、さ、シーサーは言いたかった。だから言ったじゃないですか。シーサー以外すぐ生まれない。生まれない？そうですか。沖縄ですよ。すごい、こんなだってシーサーって決めてたもん。シーサー、海んちゅ、沖縄。それやん。次の次のお題。じゃあアタッカーちょっと向こう向いててもらおう。はい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 、お願いします。
るほど。なるほど。なんて言えばいいのこれ。むずいな。ちょ、じゃあお題を消していただいてよろしいですか。はい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 。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい。結構悩んでますね。かぶんないんで、浪川さん独自のやつ、すっごいわかりやすいやつやってください。絶対かぶんないから。100% かぶんないです。任せてください。うわ、任せてほしいな。よし、やりますか。はい。スタート。スタートしてください。東海オンエア。みんなようやんな。YouTube？ 合ってる合ってる？合ってます。あ、よかった。合ってます。さすが。すごい。いや、よかった。いや、でも東海オンエアの時点で YouTube かなと思ったけど、浪川さんどういうことですか？みんなようやってんなってさ。こっちの業界もっていう話ですか。そう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 、なるほど。あ、そういうことか。いや、僕もちょっと浪川さんのヒントの意味ちょっと本当に分かんなかったから。なんだ。一瞬ですけど。じゃあちょっと変える？まだこのフォーメーションでいく？ちょ、変えましょうか。変えましょう。ぜひぜひちょっと。どこやりたい？僕、うん、やっぱ4期と言ったらちょっとネタバレになっちゃうんですけど、やっぱレシーブなんですよ。ああ、注目すべきところはね。そうです。レシーブ注目してもらいたいんで、ちょっと僕レシーブのとこ行っていいですか？いや、わかりました。レシーブに行きたい。浪川さん、アタックと。トスどっちやりたいですか？どっちもできちゃう。じゃあ僕トスやります。じゃあアタックやります。アタックお願いします。よし、よっしゃ、ちゃんと頼むぞお前ら。絶対決めましょうね。決めるぞ。点取って春高に出るんだ。よし、行くぞ。